てもさても、何、人とはまっこと愚かな生き物。しかし喜べ小娘、今よりお前はわらわのしもべ。せいぜい可愛がってやろう。来たね、人魚。これが人魚さ、眷属になった社を迎えに来たんだ。でも困るな、営業妨害だ。邪魔だ小僧。弱い弱い、七不思議ごときが千歳を生きるわらわを相手に勝てるはずもなかろう。さあおいで。ちょっと待って、俺はまだその子の願いを一つも叶えてないんだ。連れてくならその後にしてくれない？黙れ、わらわに命令をするでない。へえ、そう、それならこっちも力ずくでいくよ。よし、開くな。